ちは。リポーターのポーです。今日は今までの年賀状とは一味違う仮装を作れるサービスがあると聞いてやってきました。それでは行ってきます。ポーが向かったのはウェブデザインなどを手掛けるソルトワークスです。2012年から年賀家族というオリジナルの年賀状が作れるウェブサービスを始め、去年は全国からおよそ5万人の利用がありました。今年導入したのがナジームという機能です。ナジームってすごく不思議なネーミングですが、はい、その特徴って何ですか？はい、ですね、従来 の、 その年賀状のテンプレートですと、まあ、こうあくまでこう写真のこう周りを飾りつけるだけというようなものだったんですけど、よりこう写真が引き立たせるようなですね、デザインのこう世界にですね、よりこう馴染むようにこう自動で写真が加工されるというものです。じゃあそのままの名前をつけるという、はい、意味なんですね。あ、そうですね、もうダジャレみたいな感じでもうそのまんまつけました。楽しそうですね。いや、私もやってみたいんですよ。はい、あ、じゃあ簡単にできるんでやってみましょうか。まずはおよそ50種類あるフレームから好きなデザインを選びます。はい、あ、いいですね、これかわいい。 あ、はい、あ、どれしようかな。これもすごいですね。あ、これ面白い。可愛いのたくさんあるんですよね。なんかすごい悩んでますよ。へえ。あ、これいい。素敵。はい、じゃあ次は写真撮っていきます。気に入ったデザインに合うように写真を撮影。どのポーズにしようかな。じゃあ次のデザインはこの方がいいかな。ヒーズ。撮った写真とフレームを組み合わせるだけで自分の写真がフレームのデザインに溶け込んでしまいました。すごい。これなんかデザインに合わせて光や色彩感などを全て自動で調整して作り上げます。あ、本当に馴染んでますね。はい、すぐにできるんですか？はい、すごい。本当に一瞬で。私の写真もパンに乗ってます。もうできたんですか？はい、これでもう完成ですね。出来上がった写真は色や画像サイズの調整をした後、関東の工場で印刷され自宅に届けられます。実はタイでも年賀状もありますよ。タイ語はガッピーマイと言います。で、普通に日本人と同じようにお正月に目上の人とか仕事関係の人に年賀状を送ります。去年の年賀状は2003年のピークに比べて 36% も減少しました。しかしソルトワークスではそうした状況を逆にビジネスチャンスと捉えました。少子高齢化の中でお子様の写真を写真スタジオで撮るじゃないですか。で、その綺麗に撮った写真を表現するウェブサイトが、6年前にはほぼ皆無だったということです。より素敵に表現できるサイトであったと、そこが受けたということだと思います。その中で年賀状も、こんなの作ったよって自慢したい、一つになるような作品レベルまで僕らは高めてですね、シェアしていただけたら素敵かなと思ってます。去年からスマートフォン対応にしたところ、利用者は大幅に増加したといいます。まあ、年賀状に限らずいろんな商品にこう展開していると、いけると思ってますので、まあ、例えばクリスマスカードなどという形にするとですね、こう海外にこう販路を広げていくことができるかなと思っております。今日はソルトワークスのナジームを主催しました。自分がこだわった画像で新年の挨拶ができるって素敵ですよね。はがきは世界共通なので他の国でも使われるようになったらいいですね。それではまた。ソワディーカー。